どうも。どうも。今やっと長い旅が、はい、片道何時間かの旅が終わりました。終わってないです、まだこれからです。なんでおったい。さあ、まずやってきたのが、はい、静岡県の掛川市の三つの熊に野原の野で三熊の神社と呼ばれる場所ですね、はい、さあ、ここも歴史は古いですよ。はい、ざっくり1300年前、701年ぐらいの頃に、当時の天皇、文武天皇という方が子供を授かるときに、その神様にお祈りをして、なんていうの、ちゃんと元気な子供が生まれたら、その神様のお社を3つほど建てさせていただきますって言って、で、元気な子供が生まれましたの結果建てられたのがこちら。神にはいねえんだ。どうなんでしょうな。それは現地行ってみないと。なんならもうここから見えるんじゃないの、かっちゃんは。じゃあね、ジュジュさんやキャリモミさんの大好きなムイ君が今からさあ探すかやってみます。もう前回で懲りたでしょうに、ね、もうキャリモミさんもジュズさんいっぱい応援しちゃってね、いっぱい顔見えるから。マスクしてんだよな。俺は別にいいですけど。じゃあ行ってみましょう。はい、行きましょう。でも鳥居は立派ですね。なんかちゃんとでかいのがある。あれ、光がで、ここ、そのさっき701年頃にざっくりね、はい、1300年前に建てられたっていうことなんですけれど、で、その後に徳川家康が、やってた頃だから1600年代かに、ここの領地を治めてた部下の人に、声ちっちゃい。部下の人に、ここの神社の信仰を集めなさいって命じられてるんだけれど、かっちゃん、少なくともここ神様います？今のところ感じます？全然感じないんですけど。振動がある。あって止まるか。さあ、じゃあここにパワースポットとしてあるかないか、さあ、それをムイが当てられるか。スポットね。まあ、失礼してやろう。失礼してやろう。思いっきり言うの忘れてんだよな。老人形にしてやろうか。お賽銭持ってきた？貧乏人。おう、どっちが貧乏人だって。俺だよ。今ある、ある。今ならペイペイでもできるよ。神様、ちょっとお金に対してがめつくなってない？大丈夫？手洗いは封鎖されています。はい、これがただの家です。誰かの建物でしょうか。ね、侵入禁止。ダメついな。これは何？払い所ってあるから、なんかお払いするところじゃないですかね。ああ、もう字が手書き、もうか何にも。はい、なんかお払いして。なんかお払いして。それ厄介払いなんだよ。出てけっていう厄介払いなんだよ。多分この辺でなんかお払いするんですよね、きっと。しかし、俺より汚ねえ自覚な、この人。ああ、かっちゃんの字の綺麗さはね。俺より汚ねえ自覚ぞ、この人。で、パワースポットありますか？俺がまだ全部歩いてるわけでもないのに、そんなものを察知できるとでも。シャリコかってるの。入るでかいな。でも、とりあえずこういう神社系、
行って、うん、このなんていうか通りの道あるじゃないですか、うん、これのどっかなんだろうなとは思ってる違う、あの今のところ2回やってるじゃないですか、うん、あの多賀神社だったり、その、うん、この間ね、うん、ムイがこの、うん、これやろうって言った、うん、このムイメインで探そうって言ったやつも、うん、全部この通りなんですよ。これの42枚目だったり、その、うん、この通り道。お前クイズ番組見すぎやな経験則と言ってくれ嘘でもさ、これさ、かっちゃん具体的に42枚目って決めたじゃん、うん、言い切ったじゃん、うん、全部タイル調べる調べるしかねえやろな。総当たりの時間が長い。さあ、どこでしょう。あ、なんか見っけ。はい、ムイが来ました。ドスン、ドスン。ジェレレン、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 ジェレレン。新カメラ。納札所。つまり、何か奉納するところか。さあ、ムイ君が登場。あれは誰だ、誰だ、誰だ。あれはムイだ、ムイだ。だからさ、世代を選ぶ歌歌ってんじゃないよ裏切り者の名を歌もっとだから若い子食いつく歌にしなされ嘘まあ若い子見てないからいいんですけどね。多分ね、うん、パワースポットあっちだと思う。多分ね、つけるなよもう自信持っていこうぜ。うんうん、こっちあっちだと思う。お前だ、やっぱり、うん、あの通りの方だと思う。ついてこいって言って、はい、さあどこでしょう。どこで、どこかをまず言ってください。僕はついていきます。この辺適当何言ってん、この辺全部往復したねんで。ガチ適当はい、皆さん、ここがムイ君が言ったパワースポットです。これな、な、な、石から行くとどうなるの。こっちから数えた方がいい多分。それではね、こっちの温度本堂からこっちで10枚ぐらいのところで10枚ぐらいここでーす10枚ぐらいここです。はい、もうね、リアクションからちげんだなっていうのは分かってるのよさあ、ムイ君が答えたこの10枚目、皆さんどう思いますか、感じますか。そうか、上の方見るとなんかあれなんだ。一応写真撮っておきます。さあ、パワースポットの正解はでは、パワースポットの正解をいきましょう。あっと、もう使うじゃんね、皆さんね、こういう時はね、本当のパワースポットに行きましょう。ここはね、ここの矢印を上に登る。ここに2つなんか小屋があります。これ鳥居です。ちっちゃい鳥居で、ここになんか池があります。カメラ持とうか。池を持ってここから1軽く2、3、4、5本。カメラ持とうか。ここでーす、写真撮りまーす。ああ、はい、じゃあムイ君ここに立ってください。はいはい、そこに立ったとこと丸で囲んだとこを立つと何が違うかが分かります。上を見てごらん、
上を向いて歩こう。で、離れてみてください。すごいリラックス感が違うと思う。体の軽さが違うと思う。向こうで同じこと起きたよ。全然違うって。おー、ふわーってしね、ふにゃーって。落ち着かん？そこにおると。言われたら確かになれる。無理だってこれ見つけるの。は？すぐ分かった俺ここへ来た時にも。ここに来るとすげえ。なんかに包まれてるような気分だもん俺。気持ちいい。ほんと立てに、そっから長い間立っとったで。一回やってみ、全然違うに。ほう。なんか、ふわーって落ち着かん、脳が。え、わかんねえな、なんだ？なんだ？上を向いてふわーっと力を感じ、頭の中で何も考えずにスーッてやって外へ出てみる。無になって。これは。これ難しいな。難しい？違う、あの言われたら分かるけど、多分これ普通に来たら素通りするレベルじゃない？そうあのいいのは、なんていうの、ここがちゃんとみんなが通る場所だろうから、うん、みんな多分1回は恩恵受けれるねっていうことなんだろうけど、そうここで10秒間立ち止まると一番いいんだけどね。10秒以上たっぷり立ち止まったけど、立ち止まって上を向くと多分なんかほんわかとするわ、自分の中で心が落ち着くっていうか、なんか俺的には水の中でなんか浮いとるような気分がしたんやけどね。じゃあここから出たら風呂上がりのような感覚になればいいの？水上がり風呂上がりっていうか、まあ、うん、プールなのかお風呂なのか分かんないけど、うん、ああなるほどな。それはさっき一回したな。なんか感じたでしょう。こんな感じかっていうの、うん、これ目印がねえもんで結構きついな。この棒パイプ、そうだな。あのここにブロックがあります。ブロックからずっとまっすぐ歩いてきた鳥居のちょうど真ん中ぐらい、真ん中ぐらいだね、左寄りの。なんか分かりやすい感じにするかな。若干左に鉄の棒があって、まっすぐ前後に来て、でそうだね、鳥居の棒の一本分、こっちカメラから向かえば左、うんうん、鳥居から行けば右の一本分、こっちをの立てば、うん、でもいい感じに階段登ってきて、なんか通るところにあるっていう感じ。ここはまあパワーとして僕が今感じるのは、まあ、悩んでたことを軽くしてもらえるとか、重たい悩みをストレスとか取れるとか、もうメンタルケアにいい場所だ。メンタルケアにはちょうどいいパワースポットですね。落ち着きますね、ここ。僕ずっと痛いって感じ、ここ気持ちいい、うん、なんかあったかい温泉に入ってるようなリラックス感がある。ここはみんな来るならそういう人を来てください。うん、綺麗に外したな。向こう何もないんですよ。来た瞬間分かるんじゃねえかなと思ったけどな、こっち来た時に。俺はもうすぐカメラ持って映した瞬間、あ、歩いた瞬間通り過ぎた、あれなんか違うと思って戻ったもん。おお。なんか違うって感じだもんな。難しい。違う、まず感じるねって、あの五感で
自分がどこにリラックスできる場所があるのか、何かが感じる、さっき見てだからふわっとするって言ったところもそこに強いパワーが全部集まっているっていう、集中するっていう、ね、パワースポットは神がいなくたってあるんやで。いやもうね、一番ビビってたパターンは、散々パワースポットどこにあるって言わせといて、ないよパワースポットなんかって言われるの超ビビってたから。いや俺も探したもんだからないっていうのはかわいそうだなと思ったもんね。ああ、うん、まあこれここはあの本当に本当にねと頭がスカッとする、うん、なんて言うんだろうな、でも文字通りなんか水っていう表現は合ってるな、なんか、うん、それを探すのは多分難しいわ、本当ピンポイントもそこしかねえもん。あ、本当になんかこの1ブロックっていうか、そうそうそう、そこに結構集中してるから、だから頭が楽になるんだろうな、これ。俺もすげえ楽になったもん、今。運転中のストレスがなくなったもん、そこで。おー、そういうプラスもあるのか。うん、なんかこのパワースポットの撮影とか。そう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 。パワースポット探してっていうから、全部の恩恵受けれるのか、いろんな行った場所の。いや、ねえ時もある。ねえ時はもうきついな、どうしようかってないと。外した時はまあしゃあないんだけど、うん、ある場所のパワースポットは全部恩恵受けれるのか、かっちゃうのか。そうだな。で、一応僕のパワーもそこに置いといたから、おう最近巡ってくれる人もちょこちょこ出てきてくれてるから、まあまあ遠いぜ今回もまたなんでかっちゃんパワーを置いておこうかなと思って、これ持ってて、おおこっち向いてやってかっちゃんのパワーを置いていきます。星型多分来る頃には人背中来る頃には消えとると思うけど、ほんとでもちょっと外れてもいい感じやん。あーいいな、気持ちいいな、あーいい感じだ、ここはいい空気だ。